GPS マップ共有アドレス帳配信についてご案内いたします。共有アドレス帳はアドレス帳バックアップのタイミングで各携帯電話に配信されます。初めて共有アドレス帳を配信される場合、定期バックアップの間隔によっては配信までに時間がかかるため、即時バックアップをお勧めします。ご利用サービス管理サイトへログインします。GPS マップのリンクをクリックします。アドレス帳バックアップのリンクをクリックします。定期バックアップの設定方法。定期バックアップをクリックします。ユーザー検索をクリックします。検索キーを入力します。検索をクリックします。該当のユーザーを選択します。確認をクリックします。送信確認の画面が表示されます。送信をクリックします。OK をクリックします。更新をクリックします。定期設定欄がオンになれば設定が完了です。定期バックアップの間隔変更方法。間隔変更をクリックします。プルダウンからご希望の定期バックアップ間隔を選択します。変更をクリックします。閉じるをクリックします。バックアップ間隔が変更されます。即時バックアップの設定方法。即時バックアップをクリックします。ユーザー検索をクリックします。絞り込み条件を選択または入力します。条件を入力しない場合、すべてのユーザーが表示されます。
ここでは絞り込み条件を入力しない方法をご案内いたします。検索をクリックします。該当のユーザーを選択します。送信をクリックします。OK をクリックします。更新をクリックします。バックアップ状況欄に OK 即時が表示されたらバックアップ完了です。配信状況の確認方法。共有アドレス帳をクリックします。ダウンロードをクリックします。保存する場所とファイル名を指定し、保存をクリックします。ファイルを開くをクリックします。配信状況が確認できます。初めて共有アドレス帳を配信する場合、定期バックアップでも即時バックアップでも共有アドレス帳で作成したデータ全件が配信されます。しかし、すでに共有アドレス帳を一度でも配信している場合、以下の点に注意が必要です。定期バックアップの場合、共有アドレス帳でアドレス帳データの追加などがあった際には、定期バックアップのタイミングで差分だけが配信されます。即時バックアップの場合、すでに配信されているアドレス帳データ含め全件が配信されます。即時バックアップによる配信は、すぐに携帯電話に共有アドレス帳データを反映させることができるメリットがありますが、全件配信によってパケット通信料が高額になる可能性があるため、ご注意ください。